3月4日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。戦況図の説明が終わった後にトピックスをお伝えします。それでは各地域別の戦況です。オスキル川クピャンスク方面、ロシア陸軍の第27新鋭自動車化狙撃旅団、第2自動車化狙撃師団の2つの戦術ユニットがクピャンスクに向かっています。1個旅団と1個師団となりますので、総兵力は1万を超えるでしょう。ウクライナ政府は、クピャンスクから高齢者や女性、子供、障害者などの民間人に避難を命じており、実際に避難が始まっています。多くのボランティアもクピャンスクに入っている模様で、民間人の避難を支援しています。ロシア軍はクピャンスク攻略作戦を開始する模様です。クピャンスク市はオスキル川の西岸と東岸にわたって存在する都市で、交通の要衝となっており、道路と鉄道がこの町で東西南北から入ってきています。東クピャンスクはオスキル川の東岸にあり、まずはこちらが戦場になっていくのですが、背後が川になっていますので、補給路の確保など留意すべきことがあります。まずはウクライナ軍は北側、北東側は敵正面となりますので、当然ながら東クピャンスクが包囲されないように南側と東側の防衛も強化する必要があります。クレミンナ方面、ウクライナ空軍はバクムット方面に次いでこの方面への空爆を優先して行っています。ウクライナ空軍はロシア軍の集結地点や砲兵部隊などに空爆を実施しています。具体的にはウクライナ軍はチェルボノポピウカの西側、クレミンナの南西側、それに南側で空爆を実施しています。ロシア軍は1日2日とマキイウカ、プロシェチャンカの西やチェルボノポピウカの西、クレミンナの西で攻勢に出ていましたが、ことごとくウクライナ軍により撃退され、大きな損害を出しました。そのため3日はロシア軍はほとんど攻撃を行わず、補充、再編、補給を行っていると思われ、クレミンナの南西側にあるセレブリャンスキーの森付近のみで攻撃行動を行っています。ロシア軍は今回の攻撃失敗にも懲りずに次の攻撃を準備していると思われ、近く攻撃を再開するものと思われます。ロシア軍はセレブリャンスキーの森方向で南西にわずかに前進し、ビロホリフカの西にあるフリホリフカに近づきました。ウクライナ軍はクレミンナの西側と南で反撃を行っていると思われ、クレミンナの西端の市街付近では戦闘が続いています。また南側セレブリャンスキーの森の入り口付近でも戦闘が続いています。東部リシチャンスク方面、ロシア軍は3日もビロホリフカに2方向から攻撃を行っており、かなり激しく攻撃を行いましたが、この日もやはりウクライナ軍の堅牢な陣地に取り付くこともできず撃退されており、ロシア軍部隊は攻撃開始地点まで後退しています。ロシア軍はスピルネに対しても連日攻撃を行っており、スピルネの東側郊外で激しい戦闘が行われました。ロシア軍はここ数日スピルネに対して多くの部隊を投入して激しく攻撃していますが、ウクライナ軍の陣地を突破できていません。ロシア軍はバシュキフカに対して
南東の方向から攻撃を行っています。今までのように T-1503 号線から東に攻める攻撃軸は使わず、南東側の丘を越えて攻撃を行っており、戦闘は継続中の模様で、ウクライナ軍から撃退報告はまだ上がってきていません。何か少しロシア軍に変化が起きている気がします。同じ攻撃を繰り返すだけでなく、いろいろ工夫する部隊が増えてきた気がします。攻撃マニュアルの変更で、最前線の指揮官である中隊長に権限が移譲されたのが原因でしょうか。東部バクムット、アルチェモスク方面。バクムット市の北側では、ロシア軍の攻勢が続いていますが、ウクライナ軍も激しく反撃しており、一進一退の状況になりつつあります。ザリジネンスクに対する攻撃は3日も行われており、この攻撃は3日中には撃退報告が出ず、ロシア軍は攻撃を続けている模様です。ウクライナ軍は M03 号線にスラビャンスク方向から援軍を投入していますが、ロシア軍の抵抗もあり、ザリジネンスクの西側で戦闘中であり、前進できずにいる模様です。ロシア軍はまた、オリホボバシュリフカに対して攻撃を再開しましたが、この攻撃は、ウクライナ軍守備隊が撃退することに成功しています。状況が分からず、グレーゾーンとなっていたドボボバシュリフカも、3日はウクライナ軍参謀本部からロシア軍の攻撃を撃退したと撃退報告が出され、ウクライナ軍が町を確保していることが判明しています。グレーゾーンからブルーに変更しています。よかったです。この町が残っていれば、ベルキューカから西、ボホダニウカに進んだロシア軍の背後を攻撃することもできるので、反撃を行う際にとても重要です。ロシア軍はヤヒドネから南西方向に攻撃を集中し始めており、ウクライナ軍もこの方面に最精鋭部隊を増援として投入しつつあります。数々の戦場でロシア軍と死闘を続けてきた国際旅団も帰ってきており、ヤヒドネの南西の一番先頭が激しい地域に投入されました。世界中の志願兵が参加している部隊です。日本人の志願兵もおそらく何名かは、部隊と共にこの地域に入っているのだと思います。ご無事を祈ります。クロモベにある道路橋が破壊されました。これにより、バクムットの西側からクロモベを通って、チャシブヤーに通じる地方道の補給ルートが遮断されたことになります。これはウクライナ軍の工兵部隊により爆破されたとのことなので、そうであればウクライナ軍はバクムット市街から撤退を進めているということになります。バクムット市街の東側での戦闘は、ロシア軍が北東側の住宅街と南東側の住宅街でわずかずつ前進した模様です。まだロシア軍は市内を流れるバフムト深川に到達はしていませんが、ウクライナ軍が徐々に引いている印象はあります。バフムトの南側ではオプトネから T-0513 号線沿いに北上しているロシア軍がわずかに前進した模様です。前進した距離は数ブロック程度と推定されています。墓地付近ではロシア軍は前進できておらず、ウクライナ軍が守りを固めています。イワニフスクでは1日から始まったウクライナ軍の反撃が1日2日と続き、ロシア軍はかなりの損害を出して後退しており、攻撃もできないほど疲弊した模様で、攻撃が止まっています。おそらく、体勢を立て直して再度攻撃を行ってくるのは間違いないでしょうが、3日の日は全く動きがありません。
ウクライナ軍はイワニフスクの南でさらに反撃を進めており、一部の情報ではクリシチウカ付近まで南下したという情報もありますが、確認ができていません。バクムットの状況はかなり危機的であり、クロモベの橋をウクライナ軍が爆破したことにより、ウクライナ軍が撤退準備を進めていることは間違いないと思われます。ただし、市街から部隊が撤退するまで、クロモベの西側、ヤヒドネの南西側でもありますが、この付近のウクライナ軍は前線を支え続ける必要がありますので、本当に大変な状況だと思います。東部ドネツク市方面北側、ロシア軍はクラスノホリフカ、カミアンカに対していつも通り東側から攻撃を仕掛けていますが、結果を出せないまま撤退しています。アウディーユカ要塞に直接攻撃を行った部隊も何の結果も出せずに撤退しています。しかし、ボジャネとプレボマイスクの間でロシア軍はわずかに北に前進することに成功しており、占領地を広げた模様です。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は相変わらずマリンカで包囲作戦を続けており、3日の日もマリンカの西側に回り込もうとして部隊が動きましたが、回り込むことはできず撃退されています。ポビエダでも同様に、ロシア軍はウクライナ軍に撃退され、攻撃開始位置まで後退しています。ロシア軍はボハレダラの南東で小規模な攻撃を続けています。おそらくは偵察活動だと思われますが、複数の部隊がウクライナ軍に発見されて激しい砲撃を受けており、数組は壊滅した模様です。この方面ではロシア軍は叩かれ続けており、何一つ戦果を上げられていません。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面、この方面で戦況図に変化はありません。次に注目したい事柄です。クリミア半島のエフパトリアでは海岸線に沿って塹壕が掘られています。場所的には地図で表示していますが、ウクライナ本土に面しているわけでもなく、黒海に面してはいますが、最短でウクライナから到着するような位置でもないです。この辺りですらロシア軍は海岸一帯に塹壕を建設しており、ウクライナ軍の反撃をかなり恐れているようです。ちょっとビビりすぎではないのかと思うほど警戒しているようです。ニューヨークタイムズによると、欧州駐留米軍はウクライナ戦争における春以降の攻撃の可能性に関する一連の机上演習を行うにあたって、ウクライナ軍の指揮官をドイツの米軍基地に招待したようです。これはウクライナ軍の反撃に関するシミュレートも行うことでしょうが、ロシア軍の攻勢に関しても米軍やウクライナ軍などが持つ情報を持ち寄って想定する机上演習になると思われます。ウクライナ軍の反撃を主に検討する場合は、ウクライナ軍に不足する戦力の洗い出しも含まれるでしょうから、この机上演習後に新たな援助が追加される可能性もあるでしょう。いずれウクライナ軍が全面的に反撃に出て、クリミア半島を含む全領土の奪還を目指すのであれば、航空戦力と長距離打撃兵器の増強は必須であり、今までのように航空機の供与について先延ばしにはできなくなってくるでしょう。それは米軍関係者も最初から分かっていることだと思われ、
タイミングを見て政治家を説得する材料を探しているのだと思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。